ンひよりんごです。今日の動画はじゃん、本日発売スイートと美人百花の付録を同時に開封していきたいと思います。まずスイートからいきたいと思います。スイート10月号、お値段が9月30日までは1000円、消費税が上がる関係でね、1000円で、発売日が毎月12日です。ということで今回の付録がじゃん、こちらフルラのラグジュアリーなエナメル調ミラー&ケースがついていたので買ってきました。そしてこちらじゃーん、美人百花10月号、お値段が9月30日までは840円です。こちらも発売日が本日12日です。ということでこっちの付録がですね、コクーニストのネックストラップ付きマルチケースがついていたので買ってきてみました。ということで早速両方開けていきたいと思います。はい、ということでまずスイートからいきたいと思います。せーの、ドン。お、結構シックなんだ。じゃじゃじゃん、こんな感じになっていて、ケースはですねブラックで、こちらにフルラとゴールドで入っております。で裏は特にない感じなんですけど、こうチャックのところもゴールドになっていて、高級感あふれる感じになっています。そして開けてみますね。じゃんじゃんじゃん、じゃん、あーかわいい。はい、ということで中のミラーがこんな感じになっています。エナメル調でなんかすごい女子って感じです。ブランドのねロゴが型押ししてあって、開けてみるとこんな感じ。ミラーもねよく見えるし、でこう斜めに立つ形になってます。ここがねちょっと出っ張っててすごいいいです。メイクとかしやすそう。しかも大きさが適度、持ち運ぶにはちょうどいいんじゃないかな。まあ、ちょっとだけ大きいかなぐらいで、ケースの中がこんな感じになっていて、ポケットなどは特についてないんですけど、なんかこれはこれで使えそう。ミラーをケースに入れる必要は果たしてあるのかって感じなので、私はね多分持ち歩くとしたらこのまま持ち歩いちゃうかなと思います。すごいよ、こうふわふわしてる感じで高級感が本当にある。なんか女子好きそうって感じです。お財布でさ、エナメル調のこういうお財布の生地と、そして色流行らなかったですか？今もあるのかな。なんかこういう財布持ってました前。スイートの付録はですね、こんな感じの高級感があるミラーがついておりました。そして美人百花の付録いきたいと思います。せーの、ドン。お、これもまたピンクですね、かわいいですね。鍵のマークの刻印がされていてかわいい。これはねなんかちょっとラメが入ったオレンジっぽいピンクっていうのかな、感じの見た目でして、裏側じゃん、ここにカードケースが3ポケットついております。中開けてみますね。じゃんじゃんじゃんじゃーん、お、ここに鍵なども付けられるよっていう感じになっていて、中もね可愛い柄がついております。なんかミニ財布にもなるね。こっちにカードを3枚くらい入れて、まあ中に入れてもいいと思うんですけど、大切なクレジットカードとかはねしっかりチャック付きの中に入れて、でお札もこの中、あと小銭もこの中に入れてね、ちょっとしたお財布になるんじゃない。鍵もつけられるしね、すごくいい。そしてこちら、これだけじゃないんですよ。なんとじゃん、ストラップもついてました。これをつければさ定期ケースとかにもなるんじゃないかな。こんな感じ、これをさこうやってお子さんにさ持たせてもすごい良さそうだね。ね、あ、斜め掛けはちょっと難しいですね。やっぱり首からかけるか、カバンにつけるかって感じかな。でも私はストラップこの大きさならいらないかなと思います。うん、まあでもあったらあったでいろんな使い方ができるので付録としてはすごい大満足なんですけど、私はこれを外してちょっとしたお財布、近所に買い物に行く時にお財布持っていくの大変なので、これにちょこっと入れて買い物に行こうかなと思います。こういうの持ってたらさ、やっぱり普段使いのお財布は長財布でもいいかなって思うんだよね。ただなんか免許証忘れちゃったりとか保険証忘れちゃったりしたらまずいから、お財布2個持つのどうかなと思うんだけど、皆さんは長財布ですか、それとも三つ折り財布、小さいお財布ですか？よかったらコメント欄で教えてください。私ずっと長財布使ってたんですけど、なんか最近の流行りがバッグがちっちゃいので、長財布入れたらね 500ml のペットボトルが入らないなと思って小さいお財布に変えたんですよ。ただ小さいお財布の時はこういうのに入れ替えれば長財布を使えるんじゃないかなと思って、本当はね私長財布を使いたいんですよ。なんでかというとめちゃくちゃレシート溜め込むので捨てられないレシート
ートなので確定申告とかに使うのね。ちゃんと帰ってきたらそのレシート入れに入れればいいんだけど、まあ怠る怠るで、小さいお財布だと結局閉まらないんですよ、レシートだらけで。なので本当は長財布がいいんですけど、長財布に戻しちゃおうかな。でもね、バッグがなんせちっちゃいのが流行ってるから困りものでございます。入れてみる？入れてみよっかね。皆様にですね、閉じなくなったお財布をお見せしたいと思います。本当にね、どうしてもね、閉じないんだよね。あ、閉じるんだけど開いちゃうんですよ。全然余裕で入る。はい、こんな感じでカードは余裕で入りました。まだね、結構余裕ある。ぴったりなサイズじゃない、ちょっと大きめだね。余裕を持って入ります。ちょっとしたお財布に使うとしたら、この中にね、まあ小銭をポロロンと入れて、千円札とかもこう折りたたんで入れて、こんな感じで閉めちゃえば小銭も落ちることがないので、まあちょっとした買い物とかは全然いけますよね。カバンがちっちゃい時はこれを主なお財布にしても全然良さそうです。この中にね、免許証とかも入れられると思うので、全然いいんじゃないかなと思います。現金持ってなくても最近クレジットカードとは切ってやるスイカとかがあれば生活できちゃうからね、こういったものをお財布にしてもいいんじゃないでしょうか。ということで、こちらが美人百科の付録でした。はい、ということで次回号の付録紹介をしていこうと思います。はい、まずスイートの次回号の付録がじゃーん、こちら。かわいいぞ、かわいいぞ。パンダ、あ、ジェラートピケのパンダ&ポーチがついてるんだって。でね、増刊号の付録っていうのもあって、増刊号の付録はビッグパンダとモノトーンハート柄ポーチ、これも付録なんだ。超絶欲しい。私増刊号の方が欲しいです。21センチのビッグパンダとポーチがついている。普通の11月号の付録はバニティポーチみたいな感じだね。あ、でもリトルパンダもついてるんだ。リトルパンダは10センチだって。ちょっと待って、両方欲しい。これは両方ゲットしたいと思います。リトルパンダとさ、ビッグパンダを並べてみたい。かわいい。動物が私大好きなので、もう無理です、これは。もうこれは買いたいです。なんならポーチよりこのパンダが欲しい。そしてですね、美人百科の付録がじゃーん、またこっちもかわいいね。チェスティのマルチトートバッグがついてるみたい。あ、これあれだ、これエコバッグだ。こう畳むとこんなちっちゃくなる。しかもなんかエコバッグっぽくない感じになるんだ。私ね、最近エコバッグを持ち歩くのを忘れてしまって、ビニールに頼っている生活を送っているので、ぜひこちらもゲットしたいと思います。ということで、私美人百科もスイートも大好きな雑誌なんですが、今回の付録もとっても可愛かったです。ただね、来月号のスイートのね、付録のパンダ、ジェラピケのパンダはもう絶対にゲットしたいと思いますので、またゲットしたら動画にしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。今日ね、比較的涼しく、関東は涼しく過ごすことができました。停電がまだ続いてるみたいですが、皆さん大丈夫でしょうか。連日暑い中での停電、そして断水は本当に辛いものだと思います。今日は比較的涼しくて、外に出た瞬間、あ、千葉の皆さんこのくらい涼しかったら少しはね、熱中症の心配もないのかなと一番に思いました。なんか13日以降の復旧ってテレビでやってたんですけど、まあ無理するしかないと思うんですが、本当に無理せず、安全第一で動いてください。暑くてね、眠れない日々も続いてしまってると思うんですが、お体に何とぞ気をつけて過ごしてください。ということで、ひよりんごでした。おやすみなさい。